に出演させてイコラブがねいただく時はピンクのねピンキーちゃんの衣装を着ていることがすごく多いですね。確かに多いです。まあでもなんかあの衣装といえばみたいな感じでねそういう風に覚えていただけたらなと思います。イコラブだってイコールラブかって、なんかこのこんな感じの衣装前も見たことあるなみたいな感じでちょっと思ってもらえたらなって思いますね。はい、でも本当に緊張して、そうでもその最初番組の前にアンケートがもあったんですけど、もうアンケートもメンバーがいるからそのさ県民賞ってさこんいろんなこう特集があったりいろんな県のこう著名の方が出演される番組だからいつかこう次にまたイコラブの中でつなげられるようにという気持ちで頑張りました。でもわかんない。そうもうでもその今できる自分たちのあれで頑張りました。だからでも放送はどんな感じになるのかちょっとドキドキするんですけど、まあ1ヶ月後なので、そうこんなにね告知早いんだと思って私もびっくりしたんですけど、そうなんですけどね、あの1ヶ月後なのでもうみんな一旦あれになっちゃうかもしれないけど思い出してね、ちゃんと1ヶ月後に1ヶ月後に思い出してください。でも本当にね怖いよ、自分が何喋ってるかとかどんな顔してるかとか、多分あの顔がちょっと引きつってるんですよきっと。だしわかんない、引きつってなくったとしても多分こうやって言ってるからみんなには引きつった顔に見えそうでやだ。こんなこと言っちゃったからどうしよう、わかんない。でも2人でプルプル震えてました。だからまあ見守ってください。イーちゃんもめっちゃ緊張してました。でもお互いコラボの中で緊張しいな2人だからもう無理なのよ。お互いそうじゃん、そうイコラブの中で緊張をしやすい組だから、うん、そうね、方言言いました。いやでもなんか敬語だとあんま出ないじゃないですか、今もそうだけどっていうね。でもこうやってこう瞳のね金スマもめっちゃ嬉しいしね、そういう風にみんなで少しずつイコラブのねことを知っていただけるようにみんなで頑張りたいなって思うし、私もずっと広島って言い続けて、なんか本当に初期からイコラブがまだね誕生したばっかの時から広島大好き広島出身っていっぱい言ってきて、野球が好きとかサンフレッチェが好きとかたくさん言ってきて、なんかこの今年それもどんどんこう実っていって、すごく自分の中ではすごく嬉しいですし、はい、本当にそうね、イコノイチャンネルの頃からね、ちょうどさっきYouTube でもね話してましたけど、そうだからしつこいぐらいに広島アピールしてよかったです。はい、イコラブの中でも地元結構ナンバーワンうるさい人間だったと思うんですけどもう分かったよってみんな思ったかもしれないけどそうでももうね緊張する、ちょっと自分が出てる番組を見れないかもしれない、緊張して、でも本当に出演させていただけるっていう事実だけで本当にありがたいことなので感謝の気持ちでいっぱいです。またいつかね、その
広島といえばっていうあれで、また何かに呼んでいただけるように頑張りたいと思います。そう、嬉しい。なんか私きっかけで広島の魅力をね、そうやって知れたって言ってくれるコメントとかもめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。でもちょっとね、どんな感じだったかはちょっとまだあと1ヶ月言えませんので、1ヶ月後に話します。また7月25日が終わったら話しますね。あの笑顔で話せてたらいいな、ね怖いよ、緊張するよって感じです。なんか今チーク入れすぎた、すごい、すっごい今日チークじゃない？大丈夫そうですか顔チーク感がすごいけど、顔赤く見える、やばい、めっちゃなんかさ、チークホテーっとしてますか？大丈夫ですか？いいですかねえ。絶対アイドルやめないでのミュージックビデオも200万再生を超えたということで、今までで一番スピードが速いですよね。ありがとうございます、本当に。皆さんのおかげですね、本当にありがとうございます。 TikTok もね、今日マイカとひとみが上がりまして、そう、まあ、ここからたくさん TikTok 皆さん毎日見てた方がいいと思います毎日見ててくださいね TikTok。 はい、イコラブちゃん、イコラブちゃん TikTok 頑張るから楽しみにしててください皆さん。はい、毎日ですよ、もうここからは。そりゃそうでしょうきっとそうでしょう。楽しみにしててください。友達にもたくさんぜひぜひ布教してください、お願いします。無限ループして、そう、花びら操るところさ、人気だよね、人気。あれはなんかその場でその舞香先生が振りを全部一人ずつにつけてくださって、でそのカメラワークとか見ながら監督さんととかスタッフさんとみんなでどんどん、まあ全員もうちょっと長めの振り付けだったんだけど、 それを全部つけてくださって、舞香先生がその場で覚えて、その場でみんなこうやってこうやってなんだこれこんな感じでやりましたはい、一人ずつ、あそこも舞香先生が MV 撮影中につけてくださいました。盆踊りスリラー全然全然ね、違うねっていう、まあ感じなんですけど、そう TikTok のね振りをね、その今日はみんなに教えたいなと思って、そう、まあ、こう今私の配信を見てくださってる方が、まあ、やってくれるかはさておきやってさておかないの、さておかずやって、はい、やってくれるかは、まあ、私のファンの方がやるかどうかは知らないけどそれはまあ一旦置いとこう、教える、教えたい、教えさせてそう、そう、でも
ぜひね、もしかしたらこの中でやってくれる方もまあ一人ぐらいは少ない、いややってほしい、そうだからぜひねやってほしいなと思ったので、ちょっと今日はせっかく今日ねこのここら辺バージョンの TikTok の振りを出したので皆さんにちょっと教えたいと思います。はい、イコラブのファンの皆さん頑張るよ、一緒にほらダンス覚えるよはい、なんかでもこれはその、まあ、正直イコラブは今まで TikTok をすごくやってきたかって言われたらてんてんてんなわけじゃないですかはい、まあちょっとあんまりそのこうすごく得意っていうわけじゃないなかったんですけど、そうまあでもね、せっかくだからみんなで頑張るぞってやってまして今なので、ちょっと皆さんにもお手伝いいただきたいなと思います。はい、でそのまあ分かんなかったんですよ。そうでメンバーみんな、まあメンバーとかみんなっていうかまあそうみんなで振りとかも考えて、もともとそのサビのマイカ先生がつけてくださった振りそうを基本をベースとしてこの画角内で、まあ、収まるように、まあ、そしてちょっと難しいけど覚えれるぐらいのレベルのものでっていうので作ってます。そうでその最初はサビ一回し目だけにするって、サビってさまあなんかこう絶対アイドルやめないで絶対ソーラで輝いてでさその2個2回し目っていうんですけど、その1回し目と2回し目があると思うんですけど、最初1回し目だけにしようと思ってたんですね。なんですけどまあ本人たちだから一旦2回し目もやろうってなって、そうフルで1サビフルで撮ろうってなって、そうでその、まあ、もしやってくださる方で全然フルでもちろんやってくださるのはもちろん嬉しいんですけど、もしそれはちょっとな長い覚えられないよってなったらまあ切っていただいても大丈夫ですし、そうなんか結構 TikToker さんの中でも TikToker さん、まあそういうたくさんやられる方の中でもその途中で好きなところで切る方もいるしっていう話だったので、じゃあ一旦フルで私たちは撮っていける方はフルでやっていただいて、途中まででももちろんそれはいいですしっていうことで、そう作りました。そうで一応一回し目の最初二回し目の最初を逆に同じ振り付けにしたので、そうどっちもフルでやるよっていう方でもまあ少しは覚えやすいようになってます。はい、っていう、まあ、いろいろメンバーで考えてやったので、ちょっと皆さんにもぜひ覚えてほしいなと思います。はい、まあでも本当ね少々ねちょっと手が違うとか全然大丈夫なので、 TikTok ってまあそうじゃないですか、これどの振りが正解みたいなのまあ結構多いじゃないですかだからもう絶対にこうじゃなきゃっていうよりかは、まあ、なんとなくのね振りを覚えていただいて、少々間違ったっても全然大丈夫なのでね可愛く楽しくやってもらいたいなと思います。はい、これやれば痩せますかそれは全身でやってください、はい、でもね結構ねこのねダンスはね疲れますよ、全部踊ったらねフルでとか。ということで絶対アイドルやめないで1サビ講座スタートはい、まずはチャン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 っていう最初のねイントロというか部分はまあなんか自由です、なんかノリノリで笑顔でいましょうじゃんじゃんじゃん、そう、そしたらせーのって、せーのもまあ何でも大丈夫です、せーのでもいいし何でも、せーのでもいいし自由です。はい、せーのってきたらぜ、こっからが振り付けになります。絶対これ、ちなみに私これが右手です、これが左手です。絶対でキュルルンとキュルルンポーズをしてください絶対、これが絶対です。でこれサブリミナルと一緒ですね、これこのポーズ絶対アイドルルルは次これ3です。さあもう大丈夫ですか、皆さんついてきてますか、最初がこれ次がこれです。絶対アイドルでこれです、ル OK、 これ右手ね
も大丈夫そう、皆さんもう無理ですっていける、諦めないでね、諦めないで。絶対アイドル OK? ル OK? 挫折しないでるじゃねえのよ判定難しい、判定難しいですか、え、私が逆でやった方がいい、絶対アイドル、こっちでやった方が分かりやすいですか、指が折れた折れませんえ、どうしたらいいですか、ちょっとなんか諦める人が多すぎて、スローモーションでやってるんですけど反転のが分かる、やばいやばい、あんなが分かんなくなる、よし頑張ってみるね。でもあれですよ、そのメンバーが撮ってる、マイカとカンヒトミが今日撮ってるやつはもうそうなってるから、その向きでこう覚えていいんだよ、反転のまま。して分かった、じゃあ私が逆をやればいいんだよね、やばい間違えたらごめん、もう一回いきます、絶対アイドルルルル、これ右手ね、やめないゆら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 、まずは普通にしてって、もうわかんないなにそんな言い方しないで怒んないでよもうちょっと待って怒んないでよ、どっち、わかんないよ、先生が怒られてんじゃない、生徒が怒ってんの普通にやってから反転で、一旦画録して自分で反転させます、天才じゃん、天才おったわ、一回全部やってみてほしい、うん分かった、じゃあ普通に普通にやるね、アンナいつも通りにやるね、いきます、はいちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いてずっと星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだです、はいはい、これがフルです。で、あれですね、途中までの方でも大丈夫です、できないできない言ってる皆さん、できる、できたらじゃあ TikTok してくれるんですね皆さんそんなできないできない難しいねってなんかもうコメント欄言ってますけども、半分まででもいいんですよ、半分までできたらやってくれるんですね皆さん、よし、じゃあみんなが本当にできるまで私は熱心に教えますよあと3時間ぐらいレッスンしますよ3時間ぐらいレッスンしますよ皆さん、だからそうやって言うなら皆さん絶対に TikTok 載せてくださいねいいですか、もう一回、もうじゃあここからまたゆっくりやりますからね、皆さん一緒に頑張っていきましょう、諦めない心が大事です、そんな私たちだっていっぱい間違えるし、なんかああ間違えた取り直そうっていっぱいやってるし、すぐに覚えられたわけじゃ全くないので、そんな一回で覚えられるわけがありません、はい、それは天才、天才でも無理ですなのでそんな大丈夫です、一回で覚えられなくて、私たち100回やんないと覚えられませんので、はい、
なので安心してください。いきますよ。絶対この手でアイド、これ右手、これ右手、ルルル。はい、もうここまでやりましょう。絶対アイドル、オッケー、ここまでです。まずはせーの、絶対アイドル、オッケー。そしたらまたここ、やめない、右からフリフリします。右左右左で、右左前、オッケーですか。はい、絶対アイドルる、やめないでずっと、はい、はいはいはい。アナ今反転してやってます。絶対アイドルるる、難しいよね、る、やめないで右左前、オッケー。どうですか、じゃあ皆さんやってみますよ。いきます、ちゃん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 、せーの、絶対アイドル、や、間違えた、やめないでずっと。どうですか、できましたか。ウィンクはしてもしなくてもいいですよ、大丈夫ですよ、ここでどっちでも大丈夫です。できた？じゃあラストいきます。絶対アイドルやめないでずっと、できたら優しい目と、右だから右手がこれ、こうか、右だから最初向くのは左側、トントン、うん、優しい目、優しい、これ今反転してるから私と同じ方向でいいんだよ。優しい目もマジ、優しい目もマジ、目顔猫耳、はい、優しい目もマジ、目顔猫耳、どうですか。最初は1です、1と1をトンと、優しい目もマジ、目顔もいけた。あ、素晴らしい、いいよ、猫耳はできた、いいよ、猫耳だけでもいいよ、上手、いいよ。優しい目もマジ、そう、ここ11LL ケレケレ猫ちゃん、せーの、11LL ケレケレ猫ちゃん、せーの、11LL ケレ、違うよ、私は左からやんなきゃダメじゃん、私が左手からやんなきゃダメだ、ごめんなさい皆さん、いちいちえるえるけれけれ猫ちゃんだ、はい、せーの、いちいちえるえるけれけれ猫ちゃんどうですか、もう一回いきますよ、せーの、いちいちえるえるけれけれ猫ちゃん、はい、どうですか。じゃあここまでやってみますよ、せーの、絶対
アイドルやめないでずっと優しい目も真面目顔もどうですか？いけましたか皆さん？どうですか？いける？掴んできた？大丈夫、すぐにできなくても大丈夫です。やろうとしてくれている心が嬉しいです。じゃあもう一回いきますよ。ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないでずっと、一からいくよ。優しい目も真面目顔もすべて、そしたらどっちでもいいです。これはどっちでもいいです。すべて知ってる私が言う。ここまでで皆さん一回し目ができました。なのでここまでいけた方は全然一回し目だけを TikTok 撮っていただいても大丈夫です。全然。なので優しい目も真面目顔もすべて知ってる私が言うです。今私は反転してやってるので皆さんは見たまんま多分覚えてもらったらいいと思います。はい、きっとそうですよね。わかんない、私ショールームみんなにどう見えてるかわかんないから不安になってきたんだけど、私が普通にやったらこれが右手、本当は右手で、また右から振る、右左ドーンってことです。でもちょっと私もあの間違えちゃう、いつもと真逆のやつでやってるからちょっと間違えちゃうけどごめんなさい。無理だと思ってたのに覚えられた。あら嬉しい、そうやって言ってくれて嬉しいよ。じゃあもう一回いきますね。一回し目、タン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 、せーの、間違えた、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前へ、優しい目も真面目顔もすべて知ってる私が言う。はい、どうですか皆さん、いけたかな。あの先生についていく。スパイラーメンさん逃げるな逃げるんじゃねーよ逃げないで、本当に。意外とできた？おお、嬉しい。まだいけますよ。じゃあもう一回いくよ。ちゃんちゃん、じゃあちょっと早めにいきます。ちゃんちゃんたんた、せーの、絶対アイドルやめないでずっと、優しい目も真面目顔もすべて知ってる私が言う。どうですかどうですか結構ちょっと急に早くなっちゃったらやっぱできないとなっちゃうかもしれないけど、そんな大丈夫です。できないのが普通です。私だって、私もじゃあ今初めてこの振りを見て今このペースでやってくださいって言ったらできません。はい、なので大丈夫です。そう、何回も練習したらいける。うん、いけるよ。踊り忘れないで難しいけどいっぱい練習するって、ありがとう。はじね、ここら辺ね、もうね、あわあわしちゃうよね。あの私たちもレッスン初日とかもうほんとあわあわしてたので大丈夫ですよ。大丈夫です。これさ、音出したらさ、バンされるかな。バンされると思う。と思う。いける。怒られるか。やめとく。これでバンされたらちょっと終わるからやめとく。アンナの、アンナの歌でいくか。じゃあラストいきます。ラストってさっき言った、もういっか。はい、ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないでずっと、右から、右、私はこれ左、あ、分からなくなっちゃった、ごめんごめん、私が分からなくなった。右からで合ってた今の。
いやこれは右左はむずいか。優しい目はちょっとごめんマジごめん、右でいいのかな、右ってわかる？でも右こうやってるから、でも指さしてる方は左か。え、まあいいか、まあいいか。え、元はこっちなんだけど反転したらこっちだから、こっちだからまあいいか。左を指してるよ。 OKOK なら大丈夫。ちょっとごめんもうね、私もパニック。そうだよね、こうやったら左側を向いてるもんね、みんなは今これで。これで左側を向いてる、自分から見て左側を指してるから。 OK いいんだ、大丈夫大丈夫。 OK もう一回いきます。タンチャンチャンチャン、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前へ、優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う。 OK いけるいける。じゃあ二回し目いってみますね。一回ね、また一回し目を復習するとして、一回二回し目にいってみましょう。See you、 絶対一緒です。ここそう、本当はね違うんですよ。本当はソーラディっていう振りがあるんですけど、TikTok はちょっと一緒にした方が覚えやすいかなっていうことで、絶対ソーラ、こっちだ、で同じ、輝いて右左前まで一緒です。一緒なのでできるね。絶対空で輝いて、うん、で星はまち、右手左手、星はまちじゃ、ちょっと一回私の練習させて。星はまちじゃこうだから、星はまちじゃチャ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 か、やばいやばい、待って、ここからの反転がめっちゃむずい。ここからの反転がめっちゃむずいです。星はま右左くるくるとんたがしょじゃじゃん、はい、星はまちじゃ輝かないの、はい、星はまちじゃ輝かないのだから、こっちでやってるよね。ってことは星はまちじゃ輝かない、あ、違うね、はい、ってことは右手が上で私が踊らなきゃいけないから、しあまちちゃんかがや、え、ちょっと待って、ね、ちょっと一回待ってね。ちょっと私がパニックしてる。あー、なるほど。しあまちちゃん輝かないのってことか。 OKOKOK、 星やまちは輝かないの、星やまちちゃん輝か、違う、かがだから私はこっちの手で割んなきゃいけないから、星はまちちゃん輝かだ、できた、星はちちゃん輝かないのだ、 OKOKOK、 星はまちちゃ輝かないの、はい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 、はい、できた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 、いけるいける。星はまち右手左手くるくるとん合唱キュン、はい、星やまちちゃか、星やまちちゃか輝かないのか、
回した時左手これが上が正解。そう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 、これ左手が上、これが左手ってことだね。左手が上。あすやまちゃん輝かないの。キュル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 カタタキュッ。うん。ちょっと待って、もう分かんなくなってきた考えすぎたら分かんなくなってきちゃった。ちょっと一回メンバーの一回 TikTok 見せて一回さ自分が撮ってるやつ見せてはい、もうねちょっと分かんなくなっちゃった。絶対アイドルやめないでずっと優しい姫をはじめ顔も全て知ってる私が絶対空で輝いてずっと星はちっちゃ輝かないの。なるほどね。違うメンバー見ますじゃあ絶対アイドルやめないでずっと優しい姫も真面目顔も全て知ってる私が言う絶対空で輝いてずっとトントンチャララチャ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 。危ない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 、待て待て、消しちゃうところ、消しちゃったらもう終わりだよ消せない、ちょっと待って、みんな復習タイムしといて。私ももう分かんなくなってきた。忘れちゃった。はいはいはい、まあちょっともう私たちもまあちょっとずつ間違えてるから、まあそんな感じでやっていきたいと思いますが、星山ちっちゃかが星山ちっちゃ輝かないの。じゃあこっちか、はい、まぶしまぶしい、ごめんね、今私の覚えなくていいよ。あ、はい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 、なるほどね、はいはいはい、もう一回こっからいくね。星はまあ右左チャ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 、うん、ここはまではいけた、いけた。人前はもうそのまま見たまんま覚えればいい。人前がをこう見ながら、もうあれは反転してあるからそのまま覚えたら大丈夫。星はまちっちゃ輝、違う、星はまちっちゃ輝かないの、まぶしいまぶしい君輝かないの、の眩しい君が、が世界一だ。オッケー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 です。はい、これで反転いけた気がする私。もう一回星からいきます。星は街じゃ輝かないの。できたらここくっつける。
まぶしい。で、このここの指でトントントン、チャチャ、キュンキュン、チャンチャン。で、これはバキュン。まぶしい君が世界一だよ。好きだーはなんか何でも大丈夫です。これが左手、これが右手、右手、うん、右手、左手。あきゅんは右手、うん。星はまちっちゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。なんでもいいよ、好きだ、なんでもいいよって感じ。ごめんね、なんかグダグダでごめん。ついてきて頑張ろうとしてくれてありがとうね。よし、めげずにもう一回頑張ろう。世界一だよ、安心感やばい。そうだよ。よし、じゃあ頑張ろう一緒に。じゃあ最初からいくよ。ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全てどっちでもいいよ、出る私が言う。もう一回繰り返し。空で輝いて、右左前、星は街、右左くるくるトン、チャチャチャ。まぶしい君が世界一だよ、好きだ。はい、はい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 、きっとこんな気がする。もう一回いきますよ、いきますよ。ゆっくりでいきましょう。ちゃん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 、せーの、絶対アイドル右手、右手、これもう一回、絶対両手右手、右左右左タン、右左前へ、はい、もう一回、じゃあここまでいきましょう。いきますよ。ちゃん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 、せーの、絶対アイドル右手、右左右左タン、右左前へ。いけましたか。じゃあちょっと早くやってみますね。いきます。タンチャンチャンチャン、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと。いけましたか。来たら、優しい目、エルエル、けれけれ猫ちゃん、優しい目もエルエ、真面目顔も、優しい目も真面目顔も、優しい目もエルエル、むずけれけれ猫ちゃん、わからなくなっちゃう。優しい目も真面目顔も、はい、こっちか、まあいいか、なんでもいい。はい、いきますよ。最初からいきますね。ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う。はい、いかがなもんでしょうか皆様、これはいかがでしょうか。
だんだんできてきた。 TikTok が見えてきた。素晴らしい。なんとなくいけた。やばい楽しい。お LL のとこむずい。もう一回やろう。じゃあいくよ。1 1 L L OK 1 1 L L ケレケレ猫ちゃんで口で言いながらやってみましょう。せーの、1 1 L L ケレケレ猫ちゃん。せーの、1 1 L L ケレケレ猫ちゃん。ラスト、1 1 L L ケレケレ猫ちゃん。はい、そう、なんかすごく、なんかこれはなんか本当かは、まあ、私もわかんないけど、その噂によるとその簡単すぎるよりちょっと難しいぐらいの方が、そのどんどんこういっぱい人が何回も見ないと覚えられないから、めちゃめちゃ見るんだって。そう、見てくれるんだって、いろんな方が。それですごい覚えてくださったりして、すごい効果がいいらしい。だからそのいやいやむずすぎるでしょって思うかもしれないんですけど、そうなんか簡単すぎてもらしいよ。そう噂によるとね。そうだからなんかちょいむずぐらいでもそういいんだって。そうちょいむずぐらいがだからまあ本当は TikTok 見て練習してほしいんだけど、そうけどそのこう全部見えてないところとかが結構多いと思うから、まあ少しでも別にね、あのその何今見てくださっている方にしかね、まあ届かないけど、まあ少しでもこうなんかちょっとみんながやってみようかなって思ってくれたらいいなと思って今日はつけたので。っていう感じでちょいと裏あのいらん話かもしれなかった今の挟んだところで、プチ情報挟んだところで、そうだからあのちょっと難しすぎるよってあの言わずちょっと頑張ってみようかなって思ってね、こうくれる方が増えたいなと思ったので、はい、じゃあやってみましょう。もう一回、ちゃん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 、せーの、絶対あドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う。はい、ここまでどうですか。じゃあ一旦後半部分いきますね。ぜしと私が言う、絶対空で輝いて、ずっと星は待ちじゃ輝かかないの、まぶしい君が世界一だよ、好きだ。さあ後半難しいですよね。後半がね結構ね、星はここからですよね。星は待ちちじゃかがや、かでね、か、星はまちじゃかがやかないのけれ、いただきます、いただきます、キュンキュン、いただきます、キュンキュン、星はまちじゃか、違う、かがやか、キュンキュンキュン、ケイリーじゃない、いただきますいただきます、キュンキュン、星はちじゃ輝か、いただきます、トントン、キュンキュン、さあもう一回いくよ。星はまちじゃ輝かないの、星の時はしたんで、ここかな、ここらへん、こうやってやってます、小指から、小指から、小指から、うん、トントン、こっち今ここらへん添えてあげる感じで、シュッて滑らかに、でもなんでも
大丈夫です。そんなあのここが違うとはならないので安心してください。やってくれてるだけで嬉しいのでね。星は街じゃ輝かないの、うんうん、みんな諦めないで、諦めないで、諦めないで。星は街じゃ輝かか、星は街じゃ輝かないの、うん、ついていけてます。今ずっと反転してる。このままじゃ輝けない。やろうとしてくれてるだけで輝いてるから大丈夫。輝かないとこ難しい。星は街じゃ輝かない、星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。好きだ。来ますよ、もう一回星から。星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。好きだ。ここがテーマすところね。どうやってさ言えばいいんだろう。右言葉だけで喋るね。右上から、右上左下のこの状態から考えて、時計回りに回す。半分、時計回りに半分回す。いいのかな。半分でもないね。もう本当に4分の1回すとかか。星は街じゃ輝かやか、だから星は街じゃ輝か、輝か、輝かないと、うん。右は12時から5時。ちょっと待って、あんな時計さ読めない。読めるけどさ、ちょっとあんまり時計がさあの得意じゃないからさ、ちょっと待ってね。ここに来て時計問題、嘘でしょ。何時問題、わかんないよ。待って、今からあの反転じゃないバージョンやります。反転じゃないです。星は街じゃ輝か、どうなってんだろう。もうね、あんまね、何時から何時とかを考えてないから。なんかやっぱ半分でいいね。ってことは、あ、今から反転します。星は街じゃ輝かないないの、だから時計は分かんないけど、右手は12時から12時3時かな、3時ぐらい。いや、まあまあ、ぴったり3時とかじゃなくていいの。なんとなくこれは12時から3時ぐらいまでじゃない。え、ちょ、分かった分かった、時計見ればいいんだ。さっきのあの全部あの反転、半分回すは嘘だ。だから4分の1でいいんだよね、やっぱ。いや、本当は別にこうなんだけど、もうわかんない、あのもうわかんない。いつも別にそんな気にしてやってない。何時は街じゃ輝かくらいだから、まあ、うん、何時、4時かもしれん、うん、まあそんぐらいよ。そんぐらいそんぐらい。星は街じゃ輝か、
なんとなくで大丈夫よ皆さん。そんなあのぴったり3時ぴったり4時とかじゃなくて大丈夫。そんななんかつかめそう。素晴らしい。形になってきた。もう一回じゃあ星からいくよ。せーの。星は街じゃ輝かないの、まぶしい。これは真ん中の指。まぶしい君が、これ右手でバキュン、右手バキュン。世界一だよ、なんでもいいよ、好きだもん、なんでもいいよ。あね、もう今さ、私たちマイクぶりやってるからさ、もうね、どっちがね、中指がどっちでとかちょっともう分かんなくなってきちゃったんだよね言い訳言い訳すんなって感じなんですけど、本当にもうね、みんなでね、もう分かんなくねってなっちゃってね。そう、両手ぶりじゃなくなっちゃったから、やばいやばいってなりました。そうだよ、私今もう反転して踊ってるからステージで混乱しちゃうかもやばい本当に一回ちょっとゆっくりめで通してください。わかりました。いきます。じゃん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 、せーの。絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる。私が言う絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、まぶしい君は世界一だよ、好きだ。はい、私もめっちゃ考えながらやってるからちょっとあれだけど、どうですか皆さん。かわいい。やってる？踊ってる？画面の向こうで踊ってる？お、8割すごっ。8割踊れれば十分です。素晴らしい。できたーって、この速度ならなんとなくできるようになりました。素晴らしい。 TikToker になれます。素晴らしい。踊ってる？素晴らしい。いいよ。まだスローなら大丈夫そうだよね。そうだよね、スローでいいんだよ。まだ個人練習しときます。素晴らしい。これで踊れます。じゃあもう一回行きましょう。もう一回ゆっくり行きます。行きますよ。ちゃん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 、せーの。絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる。私が言う絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ、好きだ。さあさあさあ、どうですか皆さん。さあさあさあ、今から反転して踊ってます。もう3回、いいよ、3回やろ。いくよ。ちゃん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 、せーの。ごめん、マジでごめん、絶対だった。これ TikTok 撮りながらうちらが何回も間違えるやつ
常連の間違いしちゃうやつです。はい、もう一回仕切り直していきます。じゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前、優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いて、右左前、星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだー。どうですか、いいね。ちゃんと踊ってる時はコメントが全然なくなるのが素晴らしい。踊ってる証拠、君たち素晴らしいね、偉いよマッチってコメントが減るというかもうない、素晴らしい。みんながちゃんと踊ってる証拠だ。バレてるからね、その踊ってる最中にコメントが来るということは一緒に踊ってないということがバレてますよバレてますよ踊ってるからみんなね、必死にやってるからね、コメント量が全然なくなる。はい素晴らしい。あと3回って言ってたから、あと2回やるね。はい、さっき3回やろうって言ってたから、あと2回。アンズ真面目ねって、素晴らしい。きっと他のメンバーのファンの方もいらっしゃると思うから、みんな素晴らしい。よし、いくよ、ゆっくりあと2回いきます。いきます。じゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだ。はい、どうですか、だんだんできるようになってきましたか、だんだんいけるようになってきたかな。じゃあラストゆっくりいって、ちょっとその後早めにやっていきたいと思います。完璧に踊れてしまった、あら、できたよ、初めてで素晴らしい。何回かやるうちにできるようになってきたって、素晴らしい素晴らしい、いいぞいいぞ、みんなその調子だ。じゃあゆっくりもう一回いきます。ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだ。どうですか、できた、できたよし、じゃあ早めにちょっといてみる、音楽をじゃあ裏でちょっと流すね、私がごまかすね、 TikTok の音源をいけるっしょっていうことで、少々少々いけるっしょっていうことで、聞こえる今これ、ちゃん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 、いける、聞こえてる、結構聞こえる、こんぐらい、ガチスピード、一回やってみよう、その雰囲気づかみということ全然できなくて大丈夫、多分ね、9割の人できない、私もできない私もできないから大丈夫です、早いよ、いくよ、気合い入れてみんな、でもできなくてもいいけど、
大丈夫、できないのが当たり前だから大丈夫。じゃあ行きますよ。ちゃんちゃんちゃん、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前へ、トントン、エルエルケレケレ猫ちゃん、絶対繰り返し、右左右左でずっと、トントントン、あ、あんな間違えたじゃんねはい、ほらね、あんなが間違えるんだよ、足が間違えるんだよ、ほらみんな間違えて大丈夫だよほらほらほら本人間違えるんだから、あんな大混乱、大混乱スペシャルだよね。ほど星はまちっちゃ輝かれ、左手で終わるはず、左が上で終わるはずだから、私は右手の上で終わればいいんだから、こうだよね。はい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 、すいませんね。トントンチョンチョチョン、オッケー、チョンチョンチョチョン、オッケー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 、よし、ありがとう、反転ハンデを許してくれて、みんな優しい。でも私はさ、ずっとこの振りをやってきたんだよ。そうだから許されちゃダメな人間の、ごめんはい、頑張る。よし、もう一回行こう、もう一回チャンスください、もう一回チャンスください皆さん、いつでも教えてあげるよって、ありがとう、ほんまに助かる助かる、ありがとうね。じゃあ許してもらったところでもう一回やりたいと思います。許してください、いきます。ちゃんちゃんちゃん、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前へ、トントン、エルエルケレケレ猫ちゃん、絶対繰り返し、右左前、トンカカカ、トントントンカカカ、世界一だよ、好きだ。どうですか皆さん、いかがでしたか？いやいや、無理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 って無理で大丈夫だよ、思ったよりついていけて嬉しい、素晴らしい。最後無理あったな、最後以外むしろできたの天才じゃん。待って、できたんですけど、え、好きだはできた、天才じゃん、ギリギリついていけそう。あら天才、二回し目が課題、そうだよね、二回し目もうちょっとやろう、じゃ今から。ぎこちなさはあるけどいけた気がする。最後のトントカッカッカかわいい、そこやろう、意外とスムーズに通せたうちとかじゃ言っちゃった、私より天才なんちゃう。さあ、じゃあゆっくり、あのここですよね、きっとここからの話ですよね、皆さんここですよね、ここゆっくりやりましょう。いきますよ、うん、この子も見守ってますからね皆さん、はい、星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、いかがなもん、もうちょっとゆっくりやるね、ないの、眩しい君が世界一だよ、好きだ。左手置き去りにしちゃう、どこだろう、あ、ここかな、眩しい、ここ、眩しい、キュンキュンパ、キュンキュンパ、そこか、まぶしいキュンキュンパパパキュンパキュン、
まぶしいキュンキュンバキュン、まぶしいキュンキュンバキュン。さあさあさあ、星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。好きだ。星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。難しいよね。もう左と右手をさ別々にさ違う動きをさ違うタイミングでするって難しいですよね。そうなんですよ、難しいんですよ。でもみんな諦めないで、諦めないで。でも、まあ、例えばじゃあここがこうなっててもこうなってても大丈夫です、やってくれてるだけで、はい、そんな厳しく誰も言いません。皆さん本当になんとなくで大丈夫です。踊ってくれることが嬉しいです。そんな厳しく言いませんから全然大丈夫です。ただ撮ってくれることが嬉しいです。なのでもうちょっとだけやってみましょう。みんなで最初から行くね。じゃあ最初から行きますよ。じゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、まぶしい君が世界一だよ。好きだー。なんか多分まあメンバーによってまあなんとなくさ、まあもうちょっとこう狭くちょっと踊っちゃってるっていうのとかもあるし、全部こうなんかこうこうなっちゃってるとかもいろいろあると思うんですよ。でもそんなあの大丈夫です。別にアナが言ってたからこうとかじゃなくて大丈夫だし、推しメンと同じのにしようっていうのでも全然大丈夫なので、本当にあのそんなね TikTok はあのガチで、あれそのガチな気持ちは大事だけど、本当に一個一個いやいやここって L だよ1だよとか言わないので全然大丈夫ですよ。気軽にやってほしい。普通に楽しく、なんか楽しくこの楽曲をこの一緒に踊ってほしいなって思うので、全然気軽に、こんな教えたりとかしてるけど、そう全然気軽にやってください。なんなら最初の絶対アイドルやめないでずっとだけとかでもめっちゃいいと思うし、全然もうねやってくれるだけで嬉しい。そこはね一番ねやりやすいかなって思うので、カシプリ撮ったの、カシプリすごいすごいね、ありがたい、嬉しい。ありがとうございます。できたみんな。じゃあもう一回ちょっと早めにやってみる、音の速さでやってみますか。いける、まあ、やるだけやってみよう。いくで、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前、トン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 、こっちではどっちでもいいよ。もう一回繰り返し、右左前、ちゃんとコメント欄が止まってる、素晴らしい。さあさあさあ、楽しい、わっ嬉しい。
どんどんできるようになってる。素晴らしい。先生もう一回お願いします。お、やる気がありますね。あなたは素晴らしい。やりましょう。お話し会で披露してくれるの？いいね。ぜひ TikTok でもやってね。まぶしいからのとこ以外はいけた。まぶしい難しいよね。難しいよね。まぶしい君が。そんななんかこんな首とかこっちこっちつけなくても大丈夫ですよ。全然真ん中でトン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 とか、なんか別にこうやってやんなくてもトン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 タンとかでも大丈夫です。全然大丈夫です。間に合わないよね。星は落ちちゃ輝かないの。私たちはもうここ死ぬほど練習しましたから。星は落ちちゃ輝かないの。星は落ちちゃ輝かないの。星は落ちちゃ輝かないの。まぶしい君が世界一だよ。自主練しなきゃ。素晴らしい。今一番このダンスにモチベがある。素晴らしいですね。一回反転なし見たい。ちょっと一番最後でいい。それはもう分かんなくなっちゃうから。一回さ、一番最後にじゃあやるね。一回しかも自分で練習してからやるね。そう、分かんなくなっちゃうから交互にやっちゃうと。今もアナ逆に判定しかできないようになりました。ごめんね。はい、さあ、じゃあもう一回ゆっくりバージョンやりますか。ゆっくりでやって、一回じゃあ今からゆっくりでやって、その後音でやりますね。いきますよ。反転でやってるのでそのままを皆さんはやってください。じゃあいきます。じゃん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 、せーの。絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う。絶対空で輝いて、右左前、星は待ちじゃ輝かないの。まぶしいトントントン、世界一だよ。好きだ。ちょっと皆さん早めに行ってみたいと思います。何回も携帯を置いたり携帯持ってくれたりきっとしててごめんね。さあ、じゃあ携帯をもう一度置いて、次は音でリアルなテンポでやってみたいと思います。いきますよ。準備はいいですか。音流しますよ。せーの。右左前、にゃんにゃん、もう一回。右左前、トン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 か。皆さんいかがでしたか。今までで一番できたんじゃないですか。さあどうでしょうか。ポニーテールを褒めてくれてありがとう。どうでしたか皆さん。今日一の出来、素晴らしいじゃないか。
ちょくちょくサボってたから今ボロが出ましたって正直者すぎる。あと15回ぐらいでできそう。いいじゃん、素晴らしい。じゃあアンナあと15回やろうかみんながついてこれんってもう少しでできそう。夢に出てきそう1週間煮込むの。いいよ。そうだよね、まだみんなもさ曲をさ聴いてさ2日間ぐらいしかねまだ経ってないからさ、そんなねあれだよね。ごめんね、徐々に覚えて。ね、曲もまだ。続いて足の振りお願いしますやるんだな本当にでもなんかよく言うのは一回寝かせると本当に寝たら覚えてるってのとかもありますけどね。まあでも本当にまあなんとなくのそのやり方をね覚えてくれるだけで嬉しいですよ。てかさ TikTok でやればよかったんじゃね？って今気づいた私。だってさ TikTok だったらさ勝手に反転になるっしょ。でそのまま覚えてーってやればよかったんじゃないか説。え今気づいちゃったんですけど、えインスタライブって勝手に反転するじゃん。私が反転しなくてもさ、待って誰か気づいてよね、誰か気づいてよ、誰か気づいてよ。本当にさあんな TikTok でやればってコメントなかった？本当にねえアンナちゃんインスタライブでやればいいのにって、あの TikTok じゃないもう分かんなくなっちゃった。誰かしら一人ぐらい気づいてくれてもよかったのにねえ、まあね、でもいつかねその反転で教える時は来るかもしれないから、今日はその練習ができたということでいいでしょう、いいでしょう。レッスンに集中してなかったんでしょ、ボロが出たんでしょアンナちゃんインスタライブだと反転だよ。あと1時間早く教えてくれたら嬉しかったな1時間ね。まあでも TikTok でもやればいいのか。 TikTok もやる、 TikTok じゃないインスタ、インスタでもやる、インスタでもやりますか、インスタライブもする。でもまあ見てくれる層が違うかもしれないよね、もしかしたらね。でもアンナ今反転じゃない方できないんだけど反転じゃない方できないけど、一回じゃあ私反転、今から反転じゃない方やるんで、あのこの通りに覚えないでくださいね。反転じゃありません。絶対アイドルるやめないで、ずっと優しい姫も真面目顔も全て知ってる私が、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かない。え星は街じゃ輝かないののか、眩しい君が世界一だよ、好きだか、星は街じゃ輝かないの、違う違うこっちか、眩しい君が世界一だよ。いやだ、えなんかみんなに教えたのが合ってるか不安になってきちゃった。
アイドルやめないでずっと優しい目も真面目めっちゃ変顔しちゃうからダメだ絶対空で輝いてずっと星はまちっちゃ輝かないのこっちだ眩しい君が世界一だよ好きだーオッケーオッケーオッケー眩しい違う星はまちっちゃ輝かないの脳がこっちなんだよねきっとね星はまちっちゃ輝かないの眩しい君がはいはいはい合ってます合ってますじゃあラスト私が一人であの反転じゃないバージョン私が素直に踊ったバージョンを踊りますね素直に踊るバージョンだからみんなそのままやっちゃったら逆だよってことねじゃあ行きますねずっとイエーイ間違えたぜ反転と方向をやっちゃったよはい間違えましたはい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 トン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 はいはいイエーもう一回いきます今のは皆さん記憶から消していただいてそれではもう一回いきますいきますいいんじゃない？できたんじゃない？はい。さあ、行けました。さあ、今のだから反転し軽くしてた人は自分で反転してやってみてください。慣れてきた？イエーイ最高だぜすごいねイコラブちゃんって優しい踊ってこうやってマンナさん、まあ、家でインスタライブさしてみようかなって思うけどしたことないからさあんまりここの暗さでとかやったことないからさちょっと緊張しちゃうんだけどやろうえでももう10時だしなちょ来ないでしょうかなでもせっかく今みんなあれしてでもこれでさ反転でさやってみてみんなに教えたやつ違ったらマジで怖いちょっと怖いなそれもそれも怖いんだよなめっちゃ怖い怖いな。怖い怖いなって思ってきた。どうしよう。で待ってると信じたいよね。さすがにね。さすがにね。どうしよう。合ってるよね。合ってるよね怖いんだけどピヤン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 フフ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 
私もでも結構 TikTok とかその覚える、結構ダンス系覚えるときはそのめっちゃいろんな人の見て、そうでももちろん一番は本家さんを見て、で自分で画録してそこから反転したり 0.5 倍速とかそのゆっくりにして覚えたりとかします。まあでもね、みんなも今日はちょっともうね頭いっぱいいっぱいだろうから、まあまたインスタライブとかはまあいつかやろうと思いますとか言ってやんない気がする今日逃したらやんないと思うんですけどやらんのかーいって言ってね。違う、なんかお話し会がさ、なんかある時だったらやりそうなんですけど、なんかお話し会、お話し会ないですよねきっと今。お話し会の合間しか私ってインスタライブしないので、多分しないんですよねそう、今がそのお話し会の時期やったらまあ来週のお話し会でやりますって言えるんですけど、そのお話し会がないのでインスタライブをつける予定がゼロなんですよ。8月までつけないって2ヶ月間の練習でもう絶対に絶対に投稿してって感じ。レッスン料は無料でよろしいんです。レッスン料はですね TikTok に投稿するでお願いします。はい、 TikTok への投稿、はい、そうですね、もしくは何ですかね何ですかね、どうしても顔出ししたくない、どうしてもごめん TikTok 撮れないっていう方はたくさん YouTube を見るですかね、やっぱり拡散するですかね。はい、お面かぶってやっていいですか。いいですよ。確かにコラボメガネある、確かにいいじゃん、いいじゃん、コラボサングラスちゃんをねつけてもいいですよ。ゴリラの被り物ですか。できれば可愛くやってほしいんですけどいやゴリラも可愛いと思うんですけど、あ白クマ着てやろう、いやいいと思います、いいと思います、すごいいいアイディア、ナイスアイディアじゃないですか。ナイスアイディアです。ぜひやっぱこう可愛く皆さんふわふわな感じで撮っていただけたらなと思いますけど、ちょっとあんまそのゴリラとかじゃなくシロクマ集団シロクマちゃん、いいよシロクマちゃん。でもなかなかシロクマちゃんの着ぐるみってそんな売ってるの見ないけどね。ぜひぜひぜひこの楽曲をね、こういろんなこうアイドルちゃんだったりこういろんな TikTok たくさんダンスとかね投稿してるよっていう方とかがやってくれたら嬉しいなと思いますし、イコラブもねこういうの得意だよっていうファンの方は多いんじゃないかなって思うので、ぜひぜひやってほしいなと思います。白クマ売り切れたら購入者わかるイコラブのファンの方やってね、明
日はねテレ東ミュージックフェス2024もありますので、皆さんぜひ見ていただけたらなと思います。ね、すごい本当に今回のシングルは今までで一番ミュージックビデオの再生回数が早いと言われていたり、こうねすごい本当にありがたいスタートダッシュというかすごいですよね本当に。自分にできることを少しでもやれたらなと思って今日はこうやって TikTok 振り付け講座をしてみました。なので皆さんもたくさん見てたくさん布教して協力してくださったら嬉しいです。きっとねもう本当にすごくこう明るくポップに歌って踊ってるけどすごく歌詞の内容は深かったりするから、そうイコラブのファンの方の中でもきっとすごく考えちゃう、もうすごくねたくさん考えちゃう方も多いと思うんですよ。私たちも最初歌詞見た時にすごいって思ったし、そうやっぱ私もね推しがいますし、そうファンの方もそれぞれそのねイコラブちゃんに推しを見つけてくださっててイコラブを好きでいてくれて、そうだからそのすごくなんか複雑なもちろん気持ちもあるかもしれないんだけど、そうでもなんかそうやって思うってことはそれだけこうメンバーのことを思ってくれてるんだなとも思うし、そう考えてくれてる、たくさん考えてイコラブのことを考えてくれてるんだなって思ったらすごく心になんか私もなんかグッときますし、そう素直にねこの楽曲を通してイコラブをもっと知ってほしいって思ってくれてるイコラブのファンの皆さんの気持ちもすごく嬉しいですし、からこうなんだろう、私たちは今目の前にあることをそうね、それはもう私たちアイドルちゃんだけじゃなくってこの世の中みんな明日なんてわからないから、そう今目の前にある自分たちができることを頑張りたいし、そうこの楽曲もねたくさんの方に届いていくといいなと思います。今は今しかないから今できることを頑張りたいなって思うから、でもここまでこうやってたくさんの方が共感できるような心に響くようなやっぱね曲を歌わせていただけることって本当にありがたいなって、すごいことだなって思うし、200万回も2日間で200万回いくようなミュージックビデオに出演させていただけてることも本当にありがたいなって、すごいなって思うし、そう本当に自分が出てんのって思うけど本当にね、出てます、うん、ですね
ね、衣装もめっちゃ可愛いでしょ。やばいですよね。だからもう早く全身を皆さんに見てほしくて、であと後ろ姿を見てほしかったから、そう昨日載せました。全身と後ろ姿を見てって思ってあのでかいリボンちゃんがね可愛いな。あと後ろとかもメンバーによって結構違うんですよ。後ろが長い子もいれば、後ろがリボンタイプの子もいれば、なんか羽っぽくなってる子もいれば、結構それぞれ違うので、なんかライブとかでこれからねスペイベーとか着るかな、きっとね。だから見てほしいなって思います。きっとまだ宣材写真とかだと後ろはあんま見えないかもしれないから、私の形は上は私とマイカかなが一緒かな。多分マイカはのファンの方は私の見てくれたら、あ、うちのお芝居もこれなのねって、この後ろ姿なのねってわかると思います。多分スカートはあのはリサとミリニャかな、確かリサミリと私が同じスカートだった気がする。ちょっともう記憶が曖昧ですけど、かな。でも後ろ姿が全く一緒なのは私とマイカかな。あ、その上の部分はね。そう、きっとこれからライブとかで着ると思うから、ぜひ10人それぞれ推しメンの後ろ姿も可愛いので見てみてくださいフ早くアクスタ欲しいで確かにこの衣装のグッズいっぱい出そうだよね。可愛いし、この衣装めちゃめちゃキュートだから。いや、ロゼミューズのリボンつけてるよ今。周年、そうだ、周年も皆さん待ってます。9月7日と8日2日間今ファンクラブの選考ですね。選考、最速選考、ファンクラブの。Kアリーナ横浜きっとすぐ来るんだろうなって、今はまだまだだなって思うけど、まあ、まだまだってほどじゃないけど、まあまだだなって思うんですけど、もうねすぐあっという間に9月になるんだろうなって思ってます。きっと夏って過ぎるの本当に早いじゃないですか。なんなら別に今年に入っても6月で半年過ぎてて、もうそれも早いなって思うから、もうきっとこの7月8月これからなんてめっちゃあっという間に多分過ぎるから、もう9月なんてもうねすぐそこなんですよ。だからね、やばいよね。人生すぎるの早いよね。みんな話してる間に忘れたんじゃない？振り。大丈夫？ねえねえ、おしゃべりしてる間にさ、皆さん振りを忘れたんじゃないですか？大丈夫ですか？
気づいちゃった、気づいちゃったよ私。みんなこの間に忘れたんじゃないかって気づいちゃったんだけど、どう、どんな感じ皆さん、どんな感じよ、どんな感じよ、ほんまに一回寝かせたんでいける気がしますか。好きだの部分は完璧素晴らしい、素晴らしい、鬼教官やってみる、みんな待って待って待って、私にも時間ちょうだい、私も時間ちょうだい。あ、じゃあゆっくりもう一回じゃあやればいいのか。じゃあラストこれやって終わり、終わって帰るわ帰るって何、帰ってんねんここ家やねん、去るわさあ皆さん心の準備はいいですか。まあ、できなくても落ち込まないで、あのもできないから、できなくても落ち込まないで本当に。はい、それでは落ち着いていきましょう。じゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、右左前、優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだー。あの反転の方が得意かもしれんやばいよくない、それは反転の方が得意とか、よくない、全然よくないんですよね。どうでした皆さん、出来栄えはいかがでした、覚えてました、それとも全然忘れたよって感じでした半々ぐらい、半々ぐらいですか。このスピードならいける。おお、じゃあ最後ちょっと口読みで早くやって終わりますね。じゃあいくよみんな、携帯置いて、準備はいい、いきます、ちゃん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 、せーの、絶対アイドルやめないで、ずっと優しい目も真面目顔も全て知ってる私が、絶対空で輝いて、ずっと星は街じゃ輝かないの、眩しい君が世界一だよ、好きだー。どうですか、どうですか、いけましたか、いけましたか、皆さんどうでしたか。まあ今日できなくてもね、いいんです、推ししか勝たん間違いなくできた、100点じゃなくても全然大丈夫です、素晴らしい。じゃあぜひあのね、お話し会とかでもあの見せてくださいね、チェックしましょう私がはい、チェックしますのでぜひぜひやってください、画面の前で対面でね、ぜひぜひ私見せてください、成果を、ぜひ成果をぜひ見せてくださいいいよ、間違えても全然いいよ、間違えても全然いいよ、見せてね、恥ずかしくないよ、恥ずかしくないよ。ということで山本はそろそろポニーテール取りたいので終わります理由そこ理由そこかい、終わります。じゃあ順位読みますね、13位から読みます。13位がさくちゃん、12位がひきさん、11位がミスターさん、10位がとも、9位がみなみちゃん、8位が
ユシスさん、7位がレグルスさん、6位がマツケンさん、5位がユカリン、4位がガンマルさん、3位がおまわりさん、2位がヒラさん、1位がジッスン。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。覚えようと頑張ってくれて本当にありがとうございます。それでは終わりますね。そうですね、 Vlog もぜひ見てください。イコのエジョイチャンネル、ひとみとの Vlog、 皆さん見てください。お願いします。コメントも見るね、読みに行くね。めっちゃね、なんかもうゆるゆるな Vlog って感じの、いっぱいいろんなご飯食べたりしてる動画です。明日はテレ東ミュージックフェス2024ということで、そちらもぜひ見てください。ハッシュタグでたくさんつぶやいてください。お願いします。ハッシュタグでいっぱいいっぱいつぶやいてね、みんな。お願いします。それではさよなら、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、おやすみなさーい。見て、小顔効果、指による。見てめっちゃさ、小顔効果じゃなくなってたら当たり前か、ただの遠近法か。バイバーイ、ありがとうございました。